皆さんこんにちは。今回は第51回戦国大名の登場から第56回桃山文化までの内容の確認テストをやりましょう。わからなかったところは動画でしっかりと復習して定期考査に備えてください。では始めましょう。まず最初は戦国大名の登場の問題です。 次の各文章の内容が正しければ丸、誤っていれば罰で答えなさい。1、戦国大名は石書を増設し、一座を設定した。2、戦国大名は落一令を出して落一を保護した。3、浄土新州の寺院や道場を中心に建設された町を門前町という。4、 節の石山や河内の富田林は代表的な地内町である。5京都の町は選ばれた沙他人の手によって自治的に運営された。6京都の自治を担った富裕な商工業者は富豪の屋からと呼ばれた。7尾道小浜鶴賀桑名は代表的な港町である。 単純な丸×問題ですけれども、共通テストでは、生語の組み合わせ問題はすごく多いですから、しっかりと取り組みましょう。では、答え合わせをしましょう。1番は、×です。赤書や一座は、撤廃されています。2番は、丸ですね。戦国大名は、赤書、一座を廃止して、楽一例を出しています。 3番は×。門前町ではなく、地内町です。4番。これは丸ですね。地内町と門前町。しっかりと押さえておきましょう。次。5番は×です。京都の町は、サタニンではなく、合行事によって運営されました。6番いきましょう。これも×です。 京都の自治を担った商工業者は長州と呼ばれましたね最後です広島の尾道、福井の小浜や鶴が、三重の桑名は代表的な港町ですね次も戦国大名の問題ですこの2つの資料覚えてますかまずは X から見てみましょう 朝倉とありますね朝倉市の城下町といえば一条谷でしたよね。次は Y の資料です。寸円良国、駿河、遠江のことですから、今の何県か分かりますか静岡県です。x の資料は家臣に対して城下町である一条谷に集中しなさいという内容ですから、 2が正解ですね。朝倉市の城下町一条谷は福井県ですから九州ではありません。駿河、遠江は静岡県ですから東海地方ですね。今川市の文国法今川かな目録です。これは他国より嫁を取ったり他国に嫁がせることを禁止するものです。なので自国の情報は外に漏らさない。 という内容ですから4は違いますね次は南蛮人との貿易の問題です括弧1、2に入る語句を選んでくださいよろしいですか16世紀半ば1543年に種ヶ島に漂着したのはポルトガル人でしたね日本に初めて鉄砲がもたらされました その後1549年には宣教師のフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来航して日本にキリスト教が伝えられました。以後よく伝わるキリスト教ですね。スペイン人が日本にやってきたのは1584年ですから16世紀の後半です。そしてちょっと気をつけてほしいのが。 1543年にポルトガル人が漂着して鉄砲を伝えたのは種ヶ島。1549年にザビエルがやってきたのは鹿児島ですから、種ヶ島と鹿児島を逆にしないようにしてください。キリスト教の布教に関して述べた文、X、Y について、生語の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 大友義重らは少年施設をローマ教皇のもとに派遣した。Y. 来日した宣教師たちは教会や進学校などを作った。動画を止めて考えましょう。よろしいでしょうか。大友義重らが伊藤満書や千島和ミゲルらをローマ教皇のもとに派遣した施設を天正剣王施設。 と言いましたねこれは丸です来日した宣教師たちは南蛮寺や新学校セミナリオなどをキリシタン大名の城下町に作りました。x と y 両方正しいので答えは「あ」ですね。では織田信長と豊臣秀吉の統一過程を見ていきましょう。 まずは織田信長ですそれぞれのページで動画を止めて考えてくださいでは答え合わせです今川義元を破ったのは桶狭間の戦いでしたね括弧2には室町幕府最後の将軍足利義昭が入ります下の問題を見てみましょう信長が使用した印版には 天下不武と記されていました。そして信長が直轄領としたのは堺でしたね。自治都市というところで分かったんじゃないでしょうか。この堺では鉄砲も作られました。続きです。の2、3、4、5に入る極人名を答えて、下の説問にも答えましょう。 では、答え合わせです。信長は、比叡山延暦寺を焼き打って、強大な宗教的権力を屈服させました。そして、反信長的になった将軍義明を京都から追放して、室町幕府が滅亡しましたね。かっこ4、武田勝頼を破ったのは、長篠合戦、足軽鉄砲隊の活躍がありましたね。 琵琶湖の湖畔に安土城を築いてその安土の城下に発令したのが楽一例です信長は座の特権を撤廃して自由な経済活動を促したことを覚えておきましょうもう一つ信長の問題です動画を止めて考えてくださいでは行きましょう権利を屈服させて 信長は大阪を手に入れました。1582年には毛利氏倒滅の途中明智光秀の裏切りによって本能寺に倒れましたねでは下の並び替えです。信長が将軍義明を擁して上洛したのは1568年鉄砲を駆使した長篠の,の戦いは1575年 桶狭間の戦いが1560年ですから、答えは3、1、2となります。では、豊臣秀吉の統一過程に行きましょう。カッコに入る語句を答えてください。よろしいでしょうか。信長が倒れたことを知った秀吉は、兵を引き戻して、 山崎の戦いで明智光秀を破りましたそして同じく信長の家臣であった柴田勝家を志ヶ岳の戦いで破って信長の後継者としての地位を築きます同じ年には石山本願寺の跡地に大阪城を建設翌年には小牧長久手の戦いで織田信夫 徳川家康と一戦を交えましたこの戦いではお互いに決め手がなくドローに終わりましたねもう一つ秀吉の統一過程です動画を止めてやってみましょうでは下線部 D からです秀吉が四国平定後に御用税天皇から任せられた役職は官白ですね 大乗大臣に就任したのはこの翌年です。そして、九州平定の際に発令した宣教師の国外追放といえば、バテレン追放令です。ただ、このバテレン追放令、秀吉は宣教師の国外追放を命じましたけれども、南蛮貿易は許可しましたので、不徹底に終わりましたね。次は、 秀吉のの内政についての問題です対抗検知の実施と石高性について述べた文として正しいものを次のあから A から1つ選びなさい。あ石高性は土地の生産力を米の収穫量で表示するという点では戦国大名が採用した寒高性と共通している。い 対抗検地で把握されたのは高地であり屋敷地は大正から除外された。う。国高は年貢孵化の基準であるとともに秀吉が大名らに治療を与える際の基準ともなった。え。対抗検地では土地測量の基準が統一され360部が一旦と定められた。正しいものを選べ。ですから、 3つは間違っているわけですね。では答えを見てみましょう。正解は、うです。あ、い、えは誤っているわけですけれども、あは、こくだかとかんだかは違います。いは、少し難しいかもしれませんね。対抗検知では、高知とともに、屋敷地も、 対象となりますえ、対抗検知では一旦は300部と定められました一旦360部は律令の時代ですね豊臣秀吉の全国統一や統一後の事業について述べた文、アーからウを古いものから年代順に配列しなさい 九州平定後、バテレン追放令を発令した。い、自らの居城として大阪城の築城を開始した。う、肥前名古屋に本陣を置き、朝鮮に兵を送った。答えは、い、あ、うですね。1583年に大阪城の築城を開始した秀吉が、 バテレン梅雨法令を出したのが九州平定の時ですから1587年朝鮮出兵は秀吉の晩年でしたよね文禄の駅と慶長の駅内容もしっかりと押さえておきましょう次は秀吉の対外政策です 豊臣秀吉の朝鮮侵略について述べた文として、誤っているものを次の A から A から一つ選びなさい。A. 朝鮮では李春臣率いる水軍などが日本軍との戦いで活躍した。E. 諸大名が朝鮮から連行した投稿によって有田焼などが始められた。う 豊臣秀吉は肥前に名古屋城を築き朝鮮侵略の拠点とした。え、朝鮮からもたらされた金属活字を使って天草版などの出版が行われた誤っているのは A です天草版キリシタン版の出版物はバリニャーニによってもたらされた活字印刷術によるものですね。 朝鮮からもたらされたのは木製の活字印刷術ですでは桃山文化について一問一答スタイルでやりましょう1上郭建築内部の装飾として襖や壁に描かれた障壁画で金箔寺の色彩豊かな絵画を何というか2 織田信長や豊臣秀吉に仕え唐獅子屏風などの装飾画を描いた絵師を答えよう。3堺の豪商出身で佐道を確立させ豊臣秀吉の開いた北の大茶湯でも中心的な役割を担った人物を答えよう。1番はダミエです。 そのダミエの手法で唐地子図屏風を描いたのが加納英徳ですね。3番佐藤を確立させた堺の豪商は千利休です。続きです。417世紀初め京都で農野狂言 当時流行していた念仏踊りを取り入れた歌舞伎踊りを始めた人物を答えよう。5ポルトガル人やスペイン人との交易や風俗を描いた屏風を何と言うか6活字印刷術を日本に伝えた宣教師を答えよう。よろしいでしょうか安土桃山時代に歌舞伎踊りを創始したのは出雲のお国です。 女性ですねこの時代は女歌舞伎が流行しました5番は何番屏風6番ワリニャーニによって伝えられた活字印刷術で天草版キリスタン版の書物が作られましたさあ今回はいろんなスタイルの問題を出しましたけれどもいかがでしたかまた 全問正解できるまで挑戦してみてください。次回からはいよいよ江戸時代が始まります。江戸時代もすごく長くて15人の将軍が出てきますね。それぞれの時代の社会や経済文化をしっかりと覚えましょう。今回はここまでです。ありがとうございました。